皆さんこんにちは。群馬のアスリートを紹介する G アスリート、リポーターの岡田です。さて第8回となる今回は、世界を舞台に輝かしい活躍をされている2名のエアロビック選手の登場です。こんにちは、エアロビック日本代表の斉藤瑞希です。同じく日本代表の北爪リリです。笑顔がとっても素敵なお二人、今日はいろいろとお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はですね、斉藤選手、北爪選手にもうエアロビックについていろいろ聞きたいんですが、まずはエアロビック競技とはどういった競技なのかというところから教えていただけますか。はい、エアロビック競技はこちらに今、はい、エアロビック競技で使用する床の方があるんですけども、はい、赤いテープが、外が10メートル四方、中が7メートル四方ということで、種目によって、種目だと年齢によってラインの大きさが変わってくるんですけども、まずこのエリアの中でやります、はい。で、だいたい1分30秒以内の、アップテンポな音楽の中で、これは音楽は自由選曲になるんですけども、その音楽の中で、エアロビックはやはりエアロビックムーブメントと呼ばれる、ステップ、エアロビックステップを軸として、であとはその中にエレメントと呼ばれる技をいくつかこう入れていって、そうですね、組み合わせをしていって、演技を構成していくような形になっています。一番はやはり音楽に合わせてというところが一番こう特徴的な部分になるので、そこはこう見どころだと思います。おー、軽快で見てる方もちょっと楽しくなって乗ってきちゃうような、そんな感じですよね、はい。なるほど。そのエレメント、技っていうのはどういったものがあるんでしょうか。はい、例えばまずはジャンプ系ですね。お二人とも飛びますよね、高く、はい、そういったジャンプ系だったり、あとは柔軟性を使って足を振り上げた状態でこうバランスターンと呼ばれる、女性が女子選手でこうやられる技があるんですけども、そういった柔軟性を生かした技だったりとか、あとはパワー系ですね、床をこう押すような動作だったり、あとは体操で見られるような開脚旋回といって、手だけでこう回すようなものだったり、そういったいろんなこう種類の技を、入れていきます。得意の技は、自分はプランシェと呼ばれる手だけで体を支える技ですね。それからフレアと呼ばれる先ほどの体操でいう開脚旋回ですかね、そこが自分の中では得意な部分になります、そこは見せつけないとっていったところですね、そうですね、北爪選手はいかがでしょうか。バランスターンという足を片足を持って回るエレメントなんですけど、柔らかいですね。もうさあ、そして、今年度もお二人はワールドカップで優勝されました、おめでとうございます。ありがとうございます。どんな気持ちでこう臨むわけですか、その競技の直前。自分演技の前は、本当にこうできるだけこう研ぎ澄ますというか、こうやっぱり無になれるような、無、選手ルーチンなんかありますか。そうですね、私も呼吸、深呼吸をしっかりしてから出るんですけど、斉藤選手はこう静かにこう、ルーティンをされるんですけど、私はバタバタしてるんですよね。そんな感じですか。はい、ペアで出るときにこう、いつもこうシーンっていう感じなんですけど、私はもうバタンパンパンパンみたいな感じで、それがそれぞれルーティンです。2人がこうエアロビックに魅了された、そのエアロビックの魅力とは、斉藤選手、はい、やはりこう好きな音楽に合わせてエアロビックのステップだったり、こう技をこうやるときに、こう成功したときのこうやはり気持ちよさ、やはりこうエアロビックならでは、エアロビックでしか味わえないところかなと思います。北爪選手、ぜひこの魅力を教えてください。そうですね、やっぱり音楽に合わせてこうエアロビックのステップをするっていうだけじゃなくて、こういろんなエレメントを入れてこう一つの作品にするっていうところが、私は魅力的だなと思ってます。これからお二人と一緒にその演技を
見たいと私は楽しみにしているんですけれども、はいはいはい、いろいろお二人からそのポイントだったり裏話などもお聞きできたらなと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、さあそれではここでお二人が素晴らしい活躍をされて優勝しましたスズキワールドカップのボックスペア映像これが最初イリュージョンっていう技ですね。タイミングを同時に息ぴったりですね、はい、そういった技のタイミングもこだわってやっています。うわ綺麗。今これがエアロビックステップです。これがペアならではのこう2人でこう行う移行動作というのもペアならではです。お互いあれ一緒にこう練習されてきたお二人ならではの、これだけこうに手足もう全てじゃないですか。もう手の先からもう足の先から曲がりますね、はい、あの普段の生活もちょっと便利かななんて思っちゃったんですけど、はい、なんかそんなことありません？そんなエピソードちょっとあれを撮ろうかなってコロコロコロとか、はい、ないですか？ないですか？すいません失礼しました、はい、それでは最後にそれぞれの夢や目標お聞かせください。はい。やはりこう、まあ、自分がこうここまで続けてきたスポーツなので、やはりこうエアロビック競技が最終的にはこうオリンピック種目、まだオリンピック種目ではないので、やはりこうオリンピック種目になって、まあ、それからあのもっとこうたくさんの人にこのエアロビックの素晴らしさ、魅力っていうのをこう認知していただいて、エアロビックがこう盛り上がっていけるように、はい。であの最終的にはオリンピック種目に実現できればな、はい、オリンピックで見たいですね。お二人が優勝するところを、はい、じゃあ北園選手もお願いします、はい。私は、今年の、鈴木ジャパンカップっていう、日本代表を決める選考会でまずは優勝して、そして来年の2024年に世界選手権がイタリアであるので、そこに向けて、もう一度優勝できるように頑張っていきたいと思ってます。群馬のスポーツ選手を応援する G アスリート、群馬から世界へを合言葉に、これからも北爪選手や斉藤選手のように世界を舞台に活躍されている選手をご紹介します。次回もお楽しみに。